あの最近、問題になってますですね、あの学術会議の任命拒否問題ということで問題になっておりますけれども、まず、この、ま、決定というか、ま、あの任命されなかったということのになったわけですけれども、その結果を聞かれたときに、この時代どういうふうにあのご覧になられましたか、受け止められたかお伺いしたいんですよ、はいえーっと。任命の名簿に載っていないな ということを聞いたのは、この研究室で、えー、授業が終わった後の夜、ちょうど今ぐらいですね、6時15分か20分か。そのぐらいに、えー、学術会議の事務局長から電話があって、えー、任命の名簿が来たんだけれども、先生の名前が掲載されていないと。それで、えー、その推薦名簿から、 間違って漏れてるのか確かめたんだけれども、内閣府の方は間違っていないという返事だ。その理由は説明できないということだったと。で、先生だけじゃなくて、複数の方がそうだから、まあ、安心して <laughs> っていうか <laughs>、えー、まあ、そんな連絡で、えー、その10月1日から3日まで、 学術会議の総会と部会に出なきゃいけなかったんですね。で日程開けたんですけどもお、そちらには出席していただかなくて結構になりました。まあ、こういう連絡なんですね。えー、それを聞かれた時に、まずあの、どのようにお感じになりましたか。 っていうのが <laughs> あの、えーまあ、原稿はちょっと目前だったもんですからどうすっかなってんだけどこの3日間で原稿が書けるっていう正直なところ <laughs> そういう感覚でそれでまあ会員になってあのなんかメリットになるかっていうとそういうところは実はあんまりないんですよね <laughs> だからあの優れた研究業績が あるので会員になれましたっていうちょっとした名誉であるわけですけれどもでも会員になって学会のお世話をするとか政府への提言や勧告をまとめるっていうのはかなりエネルギーが必要なんですねだから研究教育の時間がそれだけ圧迫されるってことでそういう義務を免除していただけるんならむしろそっちの方がいいかなっていう感じは。 ありますよね。おそらく会員の多くはあのそういう感覚だと思います。会員になりたいというそういう人は <laughs> そんなに多くないと思います。じゃあその意味で言うと学術会議というその組織の仕事とは一体まあどういうことなのかというところ、えー、まあここの問題の意義にも多分あのそうです、ね、つながってくると思うんですけど、えー、はい。まあ大きく二つの仕事があって。うんえー 一つは全国2000以上ある学会ですね。これの相互の連絡を取ったり、まあ、意見をまとめたりと、こういう学会の下支えをするのが、まあ、学術会議の一つの役目です。それから二つ目は、ああそういう学会からいろんなです、ね、人を出してもらって、えー、この提言をまとめる作業をやるわけですね。そ、えー、それこそ原子力の平和利用とか 遺伝子技術についての、まあ、利用の限界とかですね、あるいは私が関わったのであれば、あ震災復興のあり方とかあ、福島原発避難者の権利保障、こういうようなことについて、政府に提言を出して、法改正とか、新しい立法とか、あるいはまあ政策的なこととか、 まあそういうことに役立ててもらう提言をまとめる、あるいは勧告する、うん、これの2つ目の役目ということなんです。